国内のトッププレーヤーが集まるビーチバレーの大会が今日静岡市で開かれています。ビーチバレー静岡カップは海を生かしたにぎわいづくりを推進しようと開かれたもので、今年で2回目です。大会には国内の男女合わせて16チームが集まり、2日間にわたって熱戦が繰り広げられます。今日は雨にもかかわらず、会場には多くのファンが駆けつけ、選手たちに大きな声援を送っていました。明日は午後0時30分から誰でも参加できるビーチバレーの体験会も開かれる予定です。